スワヒリ語、スワヒリ語、スワヒリ語、キーシュワリーは、ニジェールコンゴ語族ののバントゥー語群に属す、アフリカ東岸部で国を超えて、広く使われている言語。ケニア、タンザニア、ウガンダでは、公用語となっている。スワヒリ語自身では、言語を表す、窃盗時期、マイナスをつけて、キーシュワリー、キスワヒリと呼ぶ。なおアスウィリーは、スワヒリ語圏の人々を、 ユスウィリーは、スワヒリの人々の文化を指す。スワヒリ語は、東アフリカ沿岸地域の多くの民族の母語となっているバントゥー諸語の一つである。数世紀にわたるアラブ系商人とバントゥー系諸民族の交易の中で、現地のバントゥー諸語にアラビア語の影響が加わって形成された言語であり、語彙の約50%はアラビア語に由来する。 ただし、21世紀初頭において使用されている、アラビア語由来の語彙は30%ほどであり、しかも英語などによって置き換えられつつあるため、減少傾向にある。しかしあくまでもアラビア語の影響は、語彙の借用にとどまっており、語感はあくまでも、バントゥーショ語のものであため、ピジン言語やクレオール言語ではなく、バントゥーショ語の一つに分類されている。また、ペルシャ語、ドイツ語、ポルトガル語、 インドの言語、英語からの借用語も見られる。母語としての使用者は、ザンジバル全域で使用されている他はケニア及び、タンザニアの沿岸部において使用されるのみであるが、現在、東アフリカでは、主に大二言語として、数千万人に使用されており、異なる母語を持つ、民族同士の共通語としての役割を果たしている。タンザニア、ケニアでは、公用語、 今後民主共和国では国語に定められている。また、ウガンダは1992年にスワヒリ語を小学校の必修科目に指定し、実態は伴っていない。2005年には東アフリカ連邦構想を念頭に公用語に指定した。スワヒリ語とその近縁の言語は、コモロのほぼ全域、コモロ語参照、ブルンジルアンダザンビア北部、 マラウイモザンビークソマリア南部沿岸地域の一部でも話されている。コモロ語はスワヒリ語の禁煙の言語であるが、アラビア語からの借用要,要素がより多いものである。スワヒリ語話者はかつて北はモガリシュまで広がっており、公海南部の講師やアラビア半島南岸、ペルシャ湾岸でも通用した。しかし、20世紀半ばまでにソマリアにおけるスワヒリ語の範囲は、キスマヨ、バラは及び、 周辺の海岸沿いと沖合の小島のみへと狭まり、1990年には、スワヒリゴワ社を含む多くのバントゥー系が内を避けて、ケニアへ流れた。現在ソマリアに残っている、スワヒリゴワ社、の人口は定かでない。また、アフリカ連合においては、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語と並んで6つの公用語のうちの一つとなっている。 スワヒリ語話者の増大と言語の地位上昇に伴い、世界各国の放送局が、スワヒリ語放送を開始している。スワヒリ語圏以外で、スワヒリ語放送を行っている、あるいは言っていた、放送局は、BBC ワールドサービス、ボイスオブアメリカ、ドイチェベレ、ロシアの声、中国国際放送、ラジオフランスアンテルナショナル、ラジオスーダン、ラジオ南アフリカなどである。 ガスリーによるバントゥーショ語の分類法では、スワヒリ語は、ジーゾーンに属する。スワヒリという語は、アラビア語で、海岸に住む人を意味する、ソーエリーに由来する、ソーエリーは、サヒール、海岸、境界の複数形、ソウイヒールの派生語。知られている、最も古いスワヒリ語文献は、1711年に、キルワ島で、アラビア文字で書かれた手紙である。これは、 キルア王国のスルターンがモザンビークのポルトガル人と地元の同盟国に向けて書いたものである。この手紙は現在はインドのコアにある歴史的公文書館に収蔵されている。このほか、知られている最古のスワヒリ語文献の一つには1728年のユテンドはタンブカ、タンブカの物語と題するアラビア文字によるジョジがある。ラテン文字が一般化したのは ヨーロッパ諸国による植民地介護のことである。スワヒリ語は、メタヒリ、メトリー、すなわち言葉遊び、写楽、陰文の形を取ることわざ、空和の類が発達している、例、ハラカハラカハイナバラカ英訳、ハーハーエスノーブレジン。メタヒリは、スワヒリラップ、スウィヒーリーラップ、スワラップの中にも見ることができ、音楽に、文化、歴史、地域的な質感を与えている。 現代スワヒリ語には、アラブ語やペルシャ語以外にも、英語からなどの釈用語が多く含まれており、特にモイの語割がアラビア語であると言われているため、クレオール言語の一つとみなされているが、学説上では、単一言語起源説と複数の言語的な格の存在を想定する説で分かれている。上記のような様々な説があるものの、アフリカ東部沿岸に、 ポルトガルが来航した16世紀初頭までには、スワヒリ語としてある程度整った言語体系がすでに成立していたと考えられている。しかし、その範囲はそれほど広いものではなかった。スワヒリ語が沿岸部全体に拡散していくのは、ポルトガルがこの地域の覇権を握った16世紀からと考えられている。アラブ人がポルトガルによって排除されたことから、 それまでこの地域の商業用言語であったアラビア語の影響力が衰退し、代わってスワヒリ語が商業言語として台頭してきた。スワヒリ語を母語とするシラジ人がこの頃ザンジバルを中心に勢力を拡大しているのもスワヒリ語拡散の一因となった。十七世紀にはポルトガルに代わってアラビア語を母語とするオマーンのヤーリーバーサがこの地域の覇権を握るが、ほどなくして オマーン本土で混乱が生じたため強力な統治を行うことができず、文化的影響はそれほど大きくなかった。こうして、イスラーム化した海岸部を中心に海岸部諸都市の母語となったスワヒリ語は1800年頃から内陸部への伝播が始まる。海岸部と内陸部との交易が盛んとなり、特に海岸部のザンジバルシティに本拠を置いた。 オマーン王国ブーサイード町のサイードサイードの下でキャラバン攻易は急拡大する。奴隷や増下などを求めて内陸部にキャラバンが分け入っていき、それに伴ってリンガフランカとしてのスワヒリ語の拡大が始まった。1880年代にキリスト教の宣教師によってスワヒリ語のラテン文字表記が開発されると、それまでアラビア文字を通してあったイスラム教徒の強いつながりが、 弱まり、純粋な交易用言語となった。スワヒリ語は、キリスト教徒などにも受け入れやすいものとなった。19世紀末になると、ザンジバルスルタン国領だった。海岸部は、イギリスとドイツに分割されたが、両国共に支配用の言語として、スワヒリ語を重視し、積極的な普及を行った。第一次世界大戦が終わり、ドイツ領だったタンガニーカが、イギリス領となると、 イギリスはこの地域を英業東アフリカ植民地としてまとめ、域内のリンガフランカとしてスワヒリ語を利用した。しかし、この時期までのスワヒリ語は方言の連続体であり、いわゆる標準語が存在しなかった。そこで1928年6月にモンバサで東アフリカの植民地間会議が行われ、そこで標準語採用が正式決定された。候補は、 ケニアのモンバサ方言とザンジバルのザンジバル都市部方言であったが、イスラムと結びついているモンバサ方言に対し、公益用言語として、より広範囲広がっていたザンジバル都市部方言の方が公的と判断され、1930年には領土間言語委員会が設置されて、ザンジバル都市部方言を元とした標準語制定が開始された。この委員会には、 スワヒリボ語話者が存在しなかったが、これによって、聖書法が確立され、また辞書編纂などによって、標準スワヒリ語は、この時期に確立した。様々な言語、文化を背景に持つ、広範囲の地域で通用する共通語として発展した、経緯があるためか、スワヒリ語は、サハライナンの言語としては珍しく、成長を持たない。ただし、モンバサで話されるまびた方言は例外。 標準スワヒリ語は、の語母音。音素の発音は IPA におけるとの中間である、イタリア語の U に似る。母音弱化は強制に関わらず起こらない。欧米の言語に多い二重母音はなく、連続する母音は別々の母音として発音される、例、注意、表、中。かつては、アラビア文字が使われたが、現在では公的な場面や、学校教育では、 ラテン文字表記を用いている。ただし、現在でもイスラム教徒の指針などにおいて、アラビア文字で書かれることがある。スワヒリ語をアラビア文字で表記する場合、アラビア語に由来する単語に関しては、もともとのアラビア語の通りに綴られる。その際、スワヒリ語では発音上、区別されない音素もアラビア語の通りに表記し分けられる。以下スワヒリ語に、 特有のアラビア文字表記に関して説明する。ND、NJ、NY に関してはそれに対応するアラビア文字を2字、並べて表記する。P、CH を表記する文字は、アラビア語には存在しないが、スワヒリ語ではペルシア語と同様、B、J の点を3点に増やした形で表記する。G は、アラビア文字の GH の点を2点に増やし、点を横に並べた形で表記し、 NG は N と GH の点を2点にしたものを並べて表記する。V はアラビア文字の W のものの上部に点を3点加えた形で表記する。母音の表記に関しては大陸のものとザンジバルのものとで若干異なる。スワヒリ語は原則母音の長短を区別しない言語であり、アラビア語に由来する語以外はすべて母音は母音符号のみで表記する。A、I、 U はアラビア語の母音符号と同様のものを使用する。E に関しては大陸では子音の下部に縦に直線を引き、ザンジバルではレテンのような符号を子音の下部打つ。O に関しては大陸では U の符号を180度回転させたものを子音の上部に打ち、ザンジバルではレテンを子音の上部に打つ。参照。 トットヒラザキアラブカチカキーシュワリーパモジャエ a エカムシ、セラシア、キーシュワリーキアラブキーンエレザ、アイボシャ、エディテッドバイエー、エスンチンビ。ダルエスサラーム、ダルエスサラームユニバーシティプレス1993。バントゥー書語全体の特徴でもあるが、名詞はいくつかの部類に分類され、部類ごとに特定の接頭字がつく。その部類を名詞クラスと称する。 さらにどの部類の名詞を形容するかによって形容詞が変化し、どの部類の名詞を主語あるいは目的語にするかによって動詞が変化する。このため、文脈上明らかな場合は、主語や目的語を省略できる。に則っ,って、単数と複数を別々に数えるなら、祖語には22クラスあったとされ、ほとんどのバントゥー諸語が少なくともそのうち10クラスを有している。 スワヒリ語には十六クラスあり、うち六クラスが単数名詞、五クラスが複数名詞、一クラスが抽象名詞、一クラスが動詞の不定詞、名詞的な扱い、三クラスが場所を主として示す。単数がメートル、複数が和で始まる名詞は、生物、特に人を示す。例、マトゥー、ワツ、複数、アムデューデュ、虫、ワズズ、複数。 単数がメートル、複数がミで始まる名詞は植物を示すことが多い。例、マティ木曜日未知、複数。動詞の不定詞は経由で始められる。例、クソマ、読む。それ以外のクラスは区分が複雑である。単数がキ、複数が倍で始まる名詞はしばしば工具などの人工物を示す。この木、倍交代は五根がキで始まる。 外来語にまで適用される、キタブ、本、アラビア語のキーターブに由来、バイタブー、複数。このクラスは、言語も示し、例、キーシュワリー、スワヒリ語、指障子としても使われる。かつてのバントゥ語では、別々だったクラスが合流したものである。U で始まる名詞は大抵中小名詞を示し、複数はない、例、ウッドと、子供であること。N やメートル。 または、窃盗時なしで始まり、単複同型のクラスもある。単数が、字、または、窃盗時なし、複数が、MA で始まるクラスは、しばしばとして使用される。名詞だけ見る限り所属クラスが不明確な場合でも、一致を確かめればわかる。形容詞や数詞は、通常、名詞の窃盗時を取る。動詞は別の窃盗時の体系を取る。各機参照。 同一の名詞語根に異なる名詞クラスの接頭辞を付加することで派生語を作れる。スワヒリ語の名詞クラスのシステムは文法性の一種とされるが、ヨーロッパの言語に見られる文法性とは異なる点がある。ヨーロッパの言語の文法性がほぼ恣意的であるのに、対し、スワヒリ語における名詞のクラス分類は多分に意味的な関連性に基づいているのだ。しかし、名詞クラスを人や 木といった単純なカテゴリーと捉えることはできない。意味が拡張され、拡張された意味に似た単語意味がまた拡張され、ということが行われた結果、名詞クラスは意味で繋がった網となっている。今でもその繋がりは広く理解されているが、ヒスワヒリ語話者にはわかりづらいものがある。スワヒリ語では普通の人の名詞クラスは人だが、盲人などの障害者はもので表現されていた。 この障害者差別的な語法に反対し、近年多くの障害者や人権団体などが、障害者を一蔵で表す語法を広めている。有名なスワヒリ語にはジャンボがあるが、物事の意味で、不ジャンボ、ハムジャンボのように、認証説答辞をつけることで、挨拶の言葉となる。スワヒリ語の動詞が動詞そのまま、動詞語感そのままで使われるのは、命令型のみであり、 通常は主語と対応した説答時、辞正標識、目的語を示す、接頭時など様々な接頭時が複合的に付加される。さらに動詞の意味を拡張する設備時も追加されることもある。こうした複合体を動詞複合体という。なお、目的語の接頭時は、目的語と称号したものが使われる。標準スワヒリ語は1930年に、 ザンジバル方言をもとに定められているが、スワヒリ語には多くの方言が存在する。特に20世紀にスワヒリ語使用域が急拡大するのに伴い、白人入植者や各地のアフリカ人との混交から生まれた、ケニア内陸部のアップカントリースワヒリ、内陸スワヒリやコンゴ盆地のコンゴスワヒリなどといった新たな方言が生まれた。特に、 今後民主共和国のマニエマ地方などで話される方言はキングアナと呼ばれる。スワヒリ語を統制する機関は1967年に設立されたタンザニアの国立スワヒリ語審議会バラッツォラ・キーシュワリー・エルエートファ・バキタと1998年に設立されたケニアの国立スワヒリ語協会チャマチャ・キーシュワリー・チャトファ・チャキタがある。2012年現在 最もスワヒリ語の重要性が高いのは、タンザニアである。タンザニアにおいては、スワヒリ語はもともと、タンガニーカ海岸部のスワヒリ系民族の母語であり、内陸部にも広く浸透していた。これを受けて1960年のタンガニーカ独立と、同時において、スワヒリ語は、公用語に指定された。1964年には沖合に浮かぶザンジバルと合併して、 タンザニア連合共和となるが、ザンジバルにおいてはもともとスワヒリ語のボゴワ者社がほとんどを占めており、この政策はより推進されることとなった。このスワヒリ語重視政策を立案し推進したのは、タンガニーカ初代大統領のジュリウスニエレレである。ニエレレは、言語統一こそが国家統一において最も重要なものの一つであると考え、スワヒリ語の普及と整備に多大な貢献をした。 スワヒリ語公用語化はニエレレの政策であるが、他のアフリカ新独立国においては、共通語として、現地の言葉が広い地域で通用することはあるもの、在来の言葉を公用語化した国家は存在しない。1967年には、国立スワヒリ語審議会を設立し、語彙や文法の整備を政府の手で言った。その結果、タンザニアにおいて政府関係の文書は、 基本的にスワヒリ語で作られている。マスコミにおいてもスワヒリ語は積極的に使用され、また初等教育はすべてスワヒリ語で行われ、政府も様々な形で普及を図っている。これはタンザニア人としてのアイデンティティ創出の一環として推進された。その結果、タンザニアでは国民のほぼ100%がスワヒリ語を介するとされ、国家内で 同一の言語が通じることは、タンザニアの正常安定に大きく貢献していると、される。一方で、語彙の整備が行われ、スワヒリ語が高等教育にも十分耐えうる言語となっているにもかかわらず、高等教育においては、英語教育が貫かれ、スワヒリ語での高等教育は行われていない。これは、他のアフリカ諸国と同様、エディート層においては、英語能力がほぼ必須であり、 高等教育をスワヒリ語化することでエリート層の優位性の一つが崩れてしまうことへの反発や研究所等のスワヒリ語訳にはコストがかかりそのまま英語を使用した方が安上がりに住む場合外いなどの理由がある。また小学校から学校では一貫してスワヒリ語中心の生活を子供たちが送るためタンザニア国内各地に点在する書語の利用が低下し 各民族語の継承が困難になるケースも散見されている。ケニアにおいては、スワヒリ語は国語とされ、また英語とともに公用語に定められている。これまで正式には定められていなかったが、2010年8月27日に発布された新憲法においてその地位は明確規定された。ケニアにおいても、スワヒリ語はリンガフランカとしての地位を保っており、 かなりの数の人々が共通語としてスワヒリ語を介することができる。ただし、特に首都ナイロビで話されるスワヒリ語は標準スワヒリ語からはかなりかけ離れたものであり、ナイロビスワヒリ語とも呼ばれる方言が使用されている。一方で、隣国タンザニアと異なり学校教育においては、英語が教育言語として使用されており、初期教育においては諸民族語も指定されているものの、 ボゴワ社の少ないスワヒリ語は、海岸部のボゴワ社地域を除いては、教育言語とはなっていない。また、公用語としても、英語の使用が優勢である。首都ナイロビは本来は、菊湯語圏であり、菊湯語を中心に話すものも数多い。1970年代より、首都ナイロビを中心に、上記のナイロビスワヒリ語とはまた別の、シェン、シュンと呼ばれる。 スワヒリ語の方言が発生した。シェン、シュンとは、スワヒリ語、スウィヒーリーと、英語、イングリッシュの合成語であり、その名の通り、スワヒリ語のナイロビ方言に、英語や、ルヒア語、キクユ語、カンバ語、ルオ語といった、近隣諸民族の言語の語彙を多く導入したもので、またつ、乗り合いタクシーの運転手などから、若者言葉として広まり、音楽などのポップカルチャーなどにも使用されるようになった。 ウガンダにおいては、スワヒリ語の地位は、上記2国に比べてもなお低い。ウガンダは、首都カンパラを要する旧ブガンダ王国地域が主導権を握っており、共通語も、ガンダ人の話すガンダ語が使用されることが多い。これに反発するブガンダ以外の諸地域はガンダ語の普及に消極的であり、国内のどの民族の母語でもないスワヒリ語は彼らの指示によって2005年に英語と並ぶ。 公用語に指定された。これは、スワヒリ語が重要な役割を果たすケニア及びタンザニアとの東アフリカ連邦構想を念頭に置いたものでもある。しかし、ウガンダ国内では、スワヒリ語は北部のないロート系民族が共通語として使用しているだけであり、公用語として長く使用されてきた英語や共通語として力を持つガンダ語に比べると、 スワヒリ語の重要性は低いものとなっている。コンゴ民主共和国においては、スワヒリ語は公用語ではないが4大共通語の一つであり、リンガラ語、ルバ語、コンゴ語と並んで国語に指定されている。スワヒリ語の使用地域は東部及び南部であり、旧カタンガ州や北キブ州、南キブ州、マニエマ州、旧東部州南部、旧西カサイ州東部などが使用地域である。 ただし、あくまでも、リンガ・フランカとしての普及であり、母語話者は存在しない。また、教育言語はフランス語であり、スワヒリ語をはじめとする四つの国語は小学校の最初の二年間のみ、教授言語され、その後は学科としても教えられない。今後は多民族、多言語国家であるが、首都近社サは、リンガ・ラゴ県に属する。このため、モイズ・ジョンベヤ、ローラン・カビラ、 ジョゼフカビラといったスワヒリ語圏出身の政治家との間に摩擦が起きることがある。2006年の今後大統領選挙時には東部のスワヒリ語圏を固めたジョゼフカビラに対しリンガラ語圏出身の対立候補であるジャンピエール、ベンバが排外主義を煽り大きな混乱が起きた。日本において専門的にスワヒリ語を学ぶことのできる大学は 大阪大学の外国語学部スワヒリ語専攻が唯一のものである。これは大阪外国語大学に開設されていたスワヒリ語専攻が2007年の大大学と大阪外国語大学の統合によって同大に引き継がれたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。